船橋市は、千葉県の北西部に位置する市。中核市及び保健所政令市に指定されている。人口は、約64.5万人で、千葉県内では、千葉市に次いで、第2位の人口規模で、政令指定都市ではない市では、日本最大の人口を誇る。旧東葛飾軍及び、千葉郡葛万地域にあり、船橋省圏を形成する、商業中心都市。 政令指定都市を除くと、最も人口が多く、中核市最大の人口を持つ都市であり、鳥取県の総人口を上回る。市の中心市街地、繁華街は、船橋駅周辺であるが臨海部には、ガラポートやイケアなどの機関店をはじめ商業施設が、多数立地し、県と千葉に対して、省と船橋と呼ばれるほど商業が盛んである。中世には、 海老川河口の港、近世には桜街道、な成街道など、交通の要所となり、船橋御殿や船橋塾の宿場町として栄えた。近代になると、川端康成の書いた小説に、船橋は、兵隊の町と書かれている通り群と、奈良市の近郊都市として、兵隊、軍属相手の産業が発達し、兵隊、軍属相手の産業が発達し、兵隊物資の集積地、流通地として栄える。 戦後の一時期は、戦災を逃れた船橋駅周辺は、物資の集散地として、日本の上海と言われるまでに、闇市が賑わっていたこともあった。戦後は、旧軍用地の宅地化、団地の造成、鉄道網の発達に伴い、東京都心からの近さもあって、ベッドタウンとして、ますます人口が増加していった。船橋は、鉄道網が発達しており、重路線。 31駅が、市内にある。東京都心方面及び、千葉県内各方面の成田国際空港、東京ディズニーリゾート、東葛地域、千葉都心、蘇我福都心、幕張新都心などと、他方面に対して、多様な鉄道路線が利用可能である。総武尖閣駅停車、武蔵野線、京葉線、東京メトロ東西線、東洋高速線といった、 東西南北方向すべての路線が乗り入れる、西船橋駅は乗り換え客が非常に多く、駅利用者数は千葉駅や船橋駅をしのぎ、県内1位である。市内中心駅の船橋駅も、駅利用者数は、県内2位を誇り、船橋市は、鉄道交通の要所となっている。戦前から、住宅地開発が行われており、高度成長期には、 多くの農地や森が大規模な団地などへと転用された。人口の急激な増加により、鉄道の混雑が激しくなり、国鉄は通勤後方面作戦にて、総武本線の複々線化を行った。船橋の中心市街地は、旧宿場町の本町通りと船橋駅から南に伸びる駅前通りを中心として、古くから繁華街として賑わっていた。 国鉄船橋駅前には1967年に西部百貨店、1977年に東部百貨店などの大型店も進出し、中山競馬場、船橋競馬場、サテライト船橋、オートレース船橋があり娯楽施設も充実している。かつては遊郭などの花街や船橋若松劇場、高度成長期には湾岸部に船橋ヘルスセンター、 船橋サーキット、船橋飛行場などのレジャー施設。1990年代には、屋内スキー場のララポートスキードームスソースが営業していたが、再開発によりララポート東京ベイやイケアなどの商業施設や高層マニション群に変貌している。1990年代以降、湾岸部や内陸部に大規模なショッピングセンターが相次いで開業したため、商業施設は、 市内各地に分散化の傾向にある。明治以来、船橋では隣接する奈良市の市とともに、軍事施設が増えたため、軍の将校、外国の武漢、留学生などの住宅が建てられた。都市部では、東京の近郊都市として近代化が進み、電気、通信、交通、医療などの各方面のインフラが整備され、花輪や宮本などの海岸部には高級別装置として、 山崎別荘が造成された。1933年、京成電鉄が、渡墨駅北側の渡墨台や、風光明媚な渡墨山に開発した渡墨台、分譲地が売り出された。また、花林台では、明治40年頃に、突破印刷の創始者、伊藤隆の別荘が建てられ、大正期には、東京両国で広く養子よろ業を営んでいた。 山崎梅之助の息子、山崎昭蔵が迎賓館的な使用を目的として、山崎別荘を建てるなど、西の渡積、東の花林台と呼称される、別荘地、高級住宅街となった。近年では、湾岸部の京葉線沿線では、工場や倉庫の跡地に集合住宅が建てられ、もともと農地が多かった、内陸部の東部の田線沿線、 東洋高速線沿線では、新興住宅地の開発が行われている。東京都市にや成田国際空港、東京国際空港へのアクセスの良さや、商業施設の充実、整備された公共施設、自然豊富な住環境が整っている。買って住みたい街においても、首都圏第一位を記録するなど定住を目的とした、ファミリー層を中心に支持を受けている。 千葉県北西部、東京湾の最央部に位置する。都道府県庁所在地である、千葉市と日本の首都である、東京都のほぼ中間、共に半径2 0トル圏域に位置する。都市雇用圏における、東京都市圏のベッドタウンとしての性質もあり、高層マンションや住宅街が林立している。東京都特別区部への通勤率は34.5%。 中央部一帯は平坦な下宇佐大地の鉱石大地を形成している。臨海部は沿岸流によって形成された砂丘地帯となっている。大地と砂丘の間は関東平野の平地が広がり、低地は中石平野となっている。かつては大地遠近部の樹脂上新植国には他日殿が営まれ、大地上は林と畑であったが、近年では大地上下に 住宅地が広がっている。最高点は、奈良市の3丁目の三十二点三メートルであり、最低点は、南渡隅一丁目、港町一丁目の零点二メートルとなっている。市内には西部を南流して、東京湾に注ぐ海老川、東北部を登流して、インバ放水路に注ぐ神崎川があり、下宇佐台地が、海老川水系と、利根川水系の分水海を形成している。 かつては、遠浅の海岸の浅瀬が広がっていたが、1980年代までに大半が埋め立てられ、唯一三番瀬の実が残った。この三番瀬は、1990年代まで残存した、東京湾の干潟としては、最大のもので、1996年の調査で54種の魚類が確認されるなど、魚介類を含む海洋生物が多く生息し、 小アジサシが越冬地へ向かう際に直行せずに立ち寄るなど、渡り鳥や水鳥が多数飛来する湿地にもなっており、多日干潟と相互に保管し合いながら、シギ類の餌場として機能するなど自然が残っている。また、浅瀬に生息する二枚貝がわずか数日で海水を浄化するなど、湾内の水質の保全にも大きな役割を果たしているとされている。2001年に当時が、 市川市や奈良市の市と共に、ラムサール条約登録を千葉県に要望し、同年9月に同条約の事務局長が視察をした。市の中東部にある奈良市野の原は、明治天皇が千葉県下に最初に行行した、西のこの絵兵の天覧演習地で、直遊で名付けられた地名である。奈良市のや奈良市の台などの地名はそのことに由来している。地域の広がりは、 東西1 3 8 6トル南北1 4 9 5トルである。隣接する市川市との間に、市境の未確定地がある。場所は、船橋三番世海浜公園近くの海岸。未確定分の面積は0.14平方キロメートル。また、丸山地区が、鎌ヶ谷市に囲まれた飛び地となっているが、これは、 宝天村が1889年の町村制、施工時に成立した際、土地所有者が藤原在住者であったため、現在の土地区分けとなったとされる。本町をはじめとする南部定地の多くは未固結堆積物、臨海部は埋め立て堆積物で形成されている。宮本周辺の定地は泥がち堆積物、高台は 現世差堆積物となっている。分水海より、北部上の大地の大部分は、立川ローム層武蔵ローム層下末吉ローム層南部の大地は、立川ローム層武蔵ローム層となっている。1月の平均最低気温は、摂氏0.4度であり、東京都の都心部や千葉市より気温が低く、最低気温が、冬日の都市平年値は30.4日である。 また、最も暑い8月の平均最高気温は、摂氏31.3度であり、周辺の地域とほぼ同じである。2020年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、3.22%増の64万2972人であり、増減率は、千葉県下54市町村中8位、60行政区域中9位。 夏美の入江とミクリアの配置を示した、洲泉市時代縄文から、奈良時代まで、縄文時代や宵い時代古墳時代総国の、千葉国像と陰波国像の諸葛となる。飛鳥時代、兵部小書館の大結馬巻が、夏美付近に設置される。奈良時代院内大遺跡、夏美大遺跡、本郷大遺跡、海寛大西遺跡などの遺跡が見られる。平安から、 戦国時代まで、平安時代、鎌倉時代、室町時代、戦国時代、安土桃山から、江戸時代まで、安土桃山時代、江戸時代、明治から戦前まで、市政後船橋町の風景戦後から現在まで、船橋市全域の衛星写真船橋市では、ほぼ全域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が、実施されている。南部は、商業施設や工場が多く、中部は、 住宅地が開発されて人口が多い。北部には農地もあり、米を、はじめ多くの種類の農産物が栽培されている。特に人参や梨の栽培が有名である。地名各記事を参照。市長行政組織行政の各組織図を見るには、右の、表示をクリックしてください。町内組織図市長、副市長、市長公室、広報課。 市民の声を聞くか、防災か、秘書か、国際交流か、企画部、企画調整か、市民共同か、電子行政政策か、総合交通計画か、男女共同参画か、女性センター、総務部、行政管理か、職員か、情報政策か、職員研修所、財務部、財務課、管財課、 契約課。税務部。税制課。市民税課。固定資産税課。納税課。市民生活部。戸籍住民課。自治振興課。宮間市民センター。市民活動サポートセンター。市民防犯課。国民年金課。二宮出張所。芝山出張所。高根台出張所。 奈良市野台出張所、豊富出張所、二葉出張所、西船橋出張所、船橋駅前、総合窓口センター。健康福祉局健康部、健康政策課、健康増進課。中央保健センター、東部保健センター、北部保健センター、西部保健センター。健康増進課。 船橋市立看護専門学校保健所、総務課、保健予防課、衛生指導課、動物愛護指導センター。船橋市立医療センター、診療局、救急救命センター、看護部、薬剤部、事務局、総務課、維持課、医療安全管理室、福祉サービス部、 地域福祉課、高齢者福祉課、介護保険課、包括支援課、中部包括支援センター、東部包括支援センター、西部包括支援センター、南部包括支援センター、北部包括支援センター、障害福祉課、サザン科学園、東館医マザーズホーム、西館医マザーズホーム、身体障害者福祉センター、 身体障害者福祉作業所対応、言葉の相談室、子供発達相談センター、生活支援課、豊支援、ケアリファビリーセンター、子育て支援部、児童家庭課、母子福祉センター、保育課、保育所、子育て支援センター、児童育成課、児童ホーム、放課後ルーム、 環境部、環境保全課、クリーン推進課、ゴミゼロ計画室。産業廃棄物課、環境衛生課、孫ご衛生管理事務所、西浦処理場。北部清掃工場、南部清掃工場、衛生センター。経済部、商業振興課、消費生活課、農水産課。 農業センター。建設局。都市計画課。都市総務課。技術管理課。都市計画課。町づくり支援室。都市整備課。都市整備課。緑推進課。緑管理課。船橋市南口再開発事務所。飯山光と地区画整理事務所。道路部。道路管理課。 道路安全推進室。道路建設課。街路課。交通安全委課。下水道部。下水道管理課。下水道計画課。下水道建設第1課。下水道建設第2課,課。河川管理課。排水施設管理事務所。河川整備課。西野浦下水事務所。高瀬下水事務所。建設部。建築指導課。 建築家、宅地家、住宅政策家、消防局、総務課、予防課、警防課、救急課、司令課、船橋市消防局、船橋中央消防署、船橋東消防署、船橋北消防署、収入役会計課、教育委員会組織図教育委員会、事務局管理部、 総務課、財務課、施設課、学校教育部、学務課、指導課、保健体育課、児童、生徒防犯対策室、総合教育センター、教育支援室、生涯学部、社会教育課、文化課、埋蔵文化財調査事務所、青少年課、青少年会館、生涯スポーツ課、 教育施設管理事務所。25公民館、図書館、船橋市立市民文化ホール、船橋市立市長各センター、船橋市立市民文化創造館、船橋市共同資料館、日野大史跡公園博物館、青少年センター、一宮少年自然の家54小学校、27中学校、 船橋市立船橋特別支援学校。船橋市立船橋高等学校。その他財政職員の給与水準が高い。2005年の総務省の発表により、ラスパイレス指数が全国で7番が目に高く、中核市の中では最高水準にあることが判明した。国家公務員よりも高い給与水準が問題になった。 毎年の経常収支が健全とされる、ボーダーラインの80%を超えた90%台であり、財政の健全化が求められている。広域行政2007年4月27日、東京都区部から20の 25km 圏内に位置する、船橋市、市川市、松戸市、鎌ヶ谷市の4市が、この地域における将来的な選択肢の一つとして、合併や、 政令指定都市への移行に関する共同研究をする場として、東葛飾、葛南地域4市政令指定都市研究会を創設した。2005年時点での4市の国勢調査人口の合計は161万1834人である。県の施設市の施設その多公的団体施設過去に存在した。 軍事施設公安施設船橋警察署長者船橋市消防局本部警察消防農業近郊農業中心他につれんが少なく平地は商業地や宅地化が進み給料地での畑作中心となる農産物産出額のうち野菜梨の産出額がほとんどを占める千葉県は北海道に次いで全国第2位の人参生産量であるが 船橋市における人参の生産量は、千葉県内第一位である。稲作については、東京近郊であることもあり、農家の高齢化とともに、稲作の重労働、米価の下落により、減誕でなく、急校電化するケースが増えている。農業共同組合漁業東京湾沿岸部の三番瀬には、1996年の調査で54種の魚類が確認されるなど、 魚介類を含む海洋生物が多く生息している。そのため、漁業が盛んで、漁民の安全と大量を祈願する水人祭が行われる。鈴木の漁獲量が日本で一番多い漁港で、水揚げ直後の鮮度を PR するためにプライドフィッシュ、船橋マドカ鈴木という商標で売り出している。海苔の養殖が以前から行われており、三番瀬の知名度を活かして、 船橋三番瀬のりという商標で売り出している。海類では、アサリとハマグリの量が盛んであるが、2012年に発生した東日本大震災で、最大60センチメートル、平均27センチメートル沈下して、干潟の面積が半減するなど、海底の地形が大きく変化している。また、都市化や工業化に伴う水質悪化による青潮が発生し、 酸欠状態が生じてアサリが死滅するようになり2012年にはアサリ医療が不可能2014年にもアサリが約3880トン死滅している近年では外国船によってもたらされたホンビノスガイが東京湾内の一部に繁殖するようになっており当地でも漁獲されるようになった当地で水揚げされる魚介類の多くは 東京都内などに出荷されており、地元での販売は少なかったが、2013年9月に漁協が直売所三番前港屋を開設した。漁港農林水産省水産庁による港湾範囲において漁港に指定されている港は、市内にはないが、漁港として、船橋市漁業協同組合による船橋漁港が一般故障されている。 札幌ビール千葉工場食料品工業が中心で大型食品コンビナートが形成されている。内陸部には北総開発鉄道が所有していた不動産を取得して藤田が開発した船橋ハイテクパークがある。重化学工業は千葉港から広がる京葉工業地帯の埋め立て地を中心に発達している。市内に工場のある 主要企業重工業系工業、ガラ,ラポート三井ビルディング、船橋駅、南口駅前通り県と、千葉に対し省と、船橋との形容もあり、商業は盛んである。船橋市の産業の特徴の一つは、時代ごとに、食料物資を、主とする物資の集積地、流通地として、重要な役割を果たしてきた点である。古代から中世には、 戦略的な交通の要所だったことから、平坦物資の集積地、流通地として栄えた。戦国時代には、近藤万栄なる人物が船橋を拠点に、活躍したことが、文献に記されており、勢力争いの中で、重要な役割を担っていたことがわかる。また、大宮宮に残されている文書からも、そのことを伺うことができる。近世には、成田三景の宿場、 江戸を支える重要な魚農産物の集積地、供給地として栄えた。近代に入ると宿場町は衰退し、軍都を支える経済都市として発展した。第二次世界大戦中は空襲の被害が軽微であったので、戦後の食糧不足の際には豊かな海、農産物が集積する闇市の一大拠点として栄えた。日本の上海と呼ばれ、 廃戦に承知した空気を戦後復興に向ける役割を果たした。高度成長期の際には、首都圏の発展に必要な大量の働き手を収容するため、農地の多くが大規模な団地などへ転用され、食料供給地としての影響力は低下したが、物資の集積地、流通地としての役割は強化された。 船橋ヘルスセンターや中山競馬場などの娯楽施設、江戸時代以来の遊郭などの花街も発展した。高度成長期以前は、旧宿場町の本町通りと船橋駅から南に伸びる駅前通りが中心であったが、1967年に国鉄船橋駅南口に西部百貨店、1977年北口に東部百貨店が進出した。 ほぼ同時期、津波沼駅周辺に相次いで大型店が進出したことから、両駅周辺が中心市街となった。1981年には、船橋ヘルスセンター跡にガラポートがオープンし、船橋商業地の第3の核となった。バブル崩壊後からは、宅地開発に伴う郊外型店進出や、工場跡地などの再開発事業、市内のみならず、 東京都心や周辺地域との競争激化で、旧商店街が衰退し、対応が求められている。公営競技中山競馬場船橋競馬場市内の、主な大型店市内に、本社、本店を置く、企業日本国外郵便番号は、以下が該当する。三周廃局が周廃を担当する。船橋市立医療センター地域。 医療機能推進機構船橋中央病院二次医療圏としては、東括南部医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特質性の高いもののみを、記載する。千葉県立船橋高等学校船橋市立船橋高等学校東洋高等学校古くは1817年、安川倉之助が、安川塾を藤原に開き、 約896人が入塾し学んだとされる。現在の学校制度が成立する前までの船橋市域には安川塾のような私塾や寺小屋が合わせて16カ所存在し民間主導による教育活動が行われていた。こうした江戸時代までの藩校や私塾、寺小屋をはじめとする民間主導による教育活動の成果が日本の近代化の源となった。 現在、船橋市は構造改革特区に指定されており、船橋市英語教育特区構想が認可されている。大学以上のほか奈良市の市にある日本大学津田沼キャンパスは、大学敷地が船橋市と奈良市の市にまたがるため、船橋市により緊急災害避難場所に指定されている。また、市は、東方大学及び、 千葉工業大学と包括提携を結んでいる。先週学校文教研修施設職業訓練施設、高等学校以下は、最初のうちを設置化とする。その他市内にある、学校教育の施設及び学校教育以外の、教育施設社会教育図書館公民館市内には25の公民館があり、各公民館で、市民サークルクラブなど様々な活動が行われている。 文化施設船橋市内にある文化施設の一覧は船橋市内文化施設一覧を参照。研修施設が商談スポーツチームスポーツ施設船橋市総合体育館汗、一平、風さやかのキャラクターで生涯スポーツを推進している船橋市には様々なスポーツ施設がある。主なスポーツ施設は次の通り。 上記の他にも、私立小中学校の体育施設やナイター設備を利用することができる。また、夏休み期間中に限り、私立小学校、養護学校のプールを無料開放している。キャラクター、船橋市最初のマスコットキャラクターは1983年誕生の、汗、一平くんと、風さやかちゃんであり、地方自治体公式マスコットの中でも草分けの部類に、 入る。船橋市のマスコットとしては、以下がある。市外局番は、市内全域で、047であるが、船橋 MA の区域と、市川 MA の区域という、2つの、通話料金計算のもととなる、通話区域単位が存在する。市川 MA に属するのは、武蔵野線より西方、西船橋駅、下佐中山駅、船橋法典駅周辺の一部である。 またお互いの通話は、船橋市内にもかかわらず、市内ではなく、隣接扱いとなる。収容局は、船橋局、薬園大局、船橋本庁局、千葉上野山局、千葉豊富局、双羽局、奈良市の局、吉橋局、米本局、鎌ヶ谷局、市川中山局、市川大野局。京成電鉄の羽田空港列車市内に、 空港はなく、千葉県成田市の成田国際空港もしくは、東京都大田区の東京国際空港が、最寄りとなる。成田国際空港詳細は、成田国際空港へのアクセス、最小乗り換え数は、ないを参照。東京国際空港詳細は、東京国際空港へのアクセス、最小乗り換え数は、ないを参照。船橋駅。 京成船橋駅西船橋駅鉄道網が発達しており、7つの事業者が運行する10の旅客鉄道路線と31の鉄道駅がある。特に東西方向への路線が多い。一方で、市内の南北を連絡する鉄道網は、市の西端に沿って走る JR 武蔵野線、JR 京王線と東部の田線、新京成線と東西方向に比べ少ない。 かつては、東葛人二社鉄道が付設されていた。中心となる駅、船橋駅東日本両客鉄道東京地下鉄、東洋高速鉄道、京成電鉄新京成電鉄北総鉄道東部、鉄道未成線船橋駅、北口バスターミナル、和歌山バスの高速バス、サウスウェーブ号中心となるバス停、船橋駅、西船橋駅、 バスターミナル路線バス高速バスシニア急行バス、京葉道路千葉県道9号船橋松戸線。市内には、以下の道路があるが、人口が多い都市としては、広い道路や南北を結ぶ、主要道路が少なく、狭い道路が多いため、特に商業施設が多い南船橋駅や、船橋駅周辺は、慢性的な交通渋滞が起こりやすく、主要道路である国道十四号は、 交通量が多いにもかかわらず、片側一車線であり、渋滞が深刻であるが、市内のほぼ全域で市街化されているためこれ以上の道路整備は困難な状況である。高速道路、一般国道主要地方道一般県道船橋港に停泊する初代海上自衛隊祭標艦白瀬1947年12月26日、小名浦に指定され、漁港として栄えた。 船橋裏周辺は船橋港と呼ばれ、運輸省国時代349号港有水面埋め立て法により指定港湾となった。1968年6月1日、船橋港が市川港と共に千葉港に編入された。港湾区域が拡張され、船橋七崎海面が港湾区域となる。 2009年11月9日南極地域観測統合推進本部は、知らせを同年1月にスクラップになるのはもったいない気象や環境問題の情報発信や議論の場として活用したいと知らせを気象情報会社のウェザーニューズに売却すると発表。鮮明をローマ字表記の知らせに変更し、2010年3月31日 船橋港に栄光され、経流された。白瀬の見学、乗船は、チャレンジング、白瀬として、年5回の一般公開イベントを行っているほか、週に2日、近隣にある、札幌ビール、千葉工場とのコラボレーションツアーに参加し乗船する、こともできる。国際拠点港湾空定館神社寺院、上館遺跡船橋アンデルセン公園中山。 競馬場クリスマスイルミネーション温泉温泉を歌う入浴施設が点在している。その多くは、潜出不明の銭湯であるが、玉川旅館の港温泉のみ、唯一の温泉法の温泉として知られる。二宮神社式年大祭市内の主なの祭礼、祭りその他の祭礼千葉県指定及び、国登録文化財一覧、景観重要建造物景観法に基づき、 船橋市が指定した、景観重要建造物船橋市出身、ゆかりの人物一覧。芸能スポーツその他現代作品1937年の、市政当時の区域は、東葛飾郡船橋塾は主に、愛の宿として使用されていた2018年2月28日閉店、船橋オートレース場は2016年3月末を、もって廃止されたが、 2016年3月に、競輪場外移転が発表され、新たに、オートレース場外も併設する形で、同年4月8日より、サテライト船橋、オートレース船橋としてオープンした。ありがとうございます。